どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はじゃあまた美咲の部屋ということで、はい、何持ってるんですか今日は。はい、今年流行りのベレー帽です。ベレー帽ですね。はい、はい、でそれかぶるんですね今日は、はい、かぶってもらって、はい、で多分こうかぶると、まあ美咲さんちょっと髪の毛多いんですけど、多分多いとこう 髪と帽子のバランス、ちょっと髪の毛がもわっと広がったりとか、まあこれはこれで可愛い時もあるんで、あるとは思うんですけど、ちょっとバランスがおかしくなったりとか結構しやすいかなと。髪の毛の量が多い方はそういう風になりがちなので、それの解消方法と、はい、あと帽子をかぶる時にこうバランスというか角度が結構難しかったりとかするんですけど、それも解消できる裏技テクニックをすごく簡単に美咲さん今日やってますので、はい、いつもその辺でお困りの方、秋のファッションに使えるのでよかったら参考にしてみてください。はい、じゃあ振りをお願いします。それでは動画スタート。ベレー帽をかぶっていきます。このままかぶると髪の毛の多い方だと帽子と髪の毛のバランスがおかしくてバランスが悪くなっちゃいます。耳後ろのトップの髪の毛を取り分けて、後ろはだいたい後頭部ぐらいの髪の毛を取り分けておきます。次にゴムで結んでいきます。後頭部あたりにお団子状になるように結んでいきます。毛先の部分をお団子の部分に巻きつけてゴムで結んでいきます。この時にお団子の大きさですねを小さくなるように意識してやってください。こんな感じでお団子は大丈夫です。隠すだけなので形等は小さくなる感じでやれば OK です。これでベレー帽をかぶっていきます。お団子に引っ掛けてかぶると、かぶる位置が明確にわかるのでバランスも取りやすいです。この状態で髪の毛を前に持ってきても髪と帽子のバランスがベストな状態になります。髪の毛の量が多い方、この方法で帽子アレンジやってみてください。